今日、正面の方はありがとうございます。もう全然歌いもしないマスタンダーよく言うときに、あー、いえいえ、もうよかべよけじゃませんよ。年に一遍許してくださいよ。あ、ではでは、じゃあ本日の見込みを龍角散大次の歌は今日もね、来てくれてますけど、同級生のね、が、学生時代ね、沖縄の大学に行ってたというね、はい、それで、もう本当の幼なじみでね、自宅がものすごく近かったっていうね、ことで、前彼がひょろっと言ってね、なんか同窓会かなんかでね一緒に歌えたらいいなということで、まあ今度の同窓会じゃなかったんですけど、ビギンで防波堤で見た景色、まあ、いい歌なんです。では、僕が表現できるかは別として、知らないけど、たまたまなんて7年ぶりだろう。季節感のない服着てさ、そっちはまだあったかいんだな。せわしい街だろう、お祭りみたいだ。お前と見たら不思議そう見える。でもこの店のマスター言ってたよ、どこに前が本当は田舎のもんだって。夢と少し違う。俺はどうだい、あの頃とどこか変わってないか。授業中抜け出して自転車置き場、約束なんかいらん。お前と二人でこうしていると、あいつらが入ってきそう。いつでも会えるさって別れたけど、もうあそこには帰れないんだな。今が少しずつ遠くなったけど、お前の言葉の声
Yeah.
流すから雨は冷たいけど
これも反省しない不明だったらちょっと分かんなくなっちゃった。では続きまして、その時歌ったやつ、これは松田聖子、これはカボがあったんでキーを外して下げます。やったっけな、アルペジオやったっけ、あ、忘れた、やっちゃった、じゃあ、やったかな、いや、まあ、でも、どうなったやったっけ、あの、ほら、ピンは1曲やる、まあ、全然わかんない、バンドは3曲で、で、去年は1曲だった、これか、わかった、で、もう、何度も笑う大変でした。はい、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 
って言って、では、先日、古いカセットテープをね、簡単に MP3 に変えられるというね、のが、3000円ぐらいだったので、それを買って、で、その時に入ってた、まあ、テープでしか持ってない歌があるんです。で、これ妹分かったんですよ、水越健吾さんって知ってますよね、人気推薦そのある、まあ、CD で、アクエリアっていう CD の中に、ね、入ってる一番最後の歌で、もう僕は大好きな歌ですね。で、この歌は、谷村新司さんとか屋敷隆之さんもカバーしてます。だから、男の、まあ、2つは男が歌ってる歌なんですけど、でも僕は水越健吾さんが好きだったんで、これは、女性声、まあ、多分みんな裏声になると思いますけど、Too far away、これ何、遠すぎるとかなんかないんですか、Too far away、遠すぎて、ということらしいです。いや、これ意味が分からないから、ここはちょっと繰り返しになるんで、遠すぎてと言います。はい、では、こういうね。Thank you.
クライマックスが出るかどうか分かんなかったです。ちょっとクライマックス、じゃあ、イメージを変えまして、これは、6月からね、老人ホームを回っていたということで、これもたまに歌うというね、これ老人ホームで歌っていいのかよく分かりませんけど歌います。山本忍者狙い撃ち。僕の耳がおかしいですよ。見せてごらんこの私今に